こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。今日はですね、初めてですね、新しく買ったビクターのハイビジョンのフルハイビジョンのビデオカメラで撮影してます。ちょっと試しっていうこともあってですね。で、いつもはですね、カセットとかですね、ウォークマンとかでやるんですけれども、まあここにこの辺にこう残骸があるんですけどね、こんなのやるんですけれども、今日はですね、100円ショップのものを紹介することにしてまして、そういうコーナーも、コーナーっていうかですね、そういう企画もちょこちょこやってるんですけど、ですね、こうタイトルもありますけど、ウォシュレットですね。まあ私の愛用しているですね、お出かけの時には必ず持っていく、旅行とかね、お泊まりの時なんかは必ず持っていくんですけど、この携帯お尻ウォシュレットなんですけど、これ使ってるんですけどね、実はこう100円ショップでもありましてね、そうです、ちょっと待ってくださいね、準備は忘れてました。はい、ですね、ちょっとペットボトルが必要だったんですね。それちょっと持ってきましたけれども、結構ね、今4月の20、7日かな、今日27日ですね、27日かななんですけど、ゴールデンウィークが始まるんで、ゴールデンウィークでいろいろと出かける時がことが多い人が多いと思うんですけど、そんな時にね、やっぱりね、ウォシュレット、家でウォシュレット使ってる人にとってはですね、ウォシュレットってね、結構ね、必需品なんですよね。なので、まあ今結構ね、道の駅とかですね、パーキングとかね、高速のパーキングとかも結構ウォシュレット入ってるところとかあるんですけど、コンビニなんかもね。でもやっぱりウォシュレットないところって結構ありまして、それに和式トイレなんていうところもあるんですけど、和式はちょっと苦手なんですけど私ね。そんな時にですね、こういう携帯型のですね、ウォシュレット結構役に立つんですよ。これはですね、100円じゃないんですけど、これはね、まあいつも愛用してるやつがこう長くしてね、ここにこう水入れとくんですよ。これ水がここ入れとくんですね。ちょっとね、冬場はね、ちょっと水冷たかったりなんかしてね、お尻が冷たくて嫌なんですけれども、まあ夏なんかはかえって冷たい方がすっきりするかなと。それでここから出てくるわけですよね。はい、ここ押すとね、でこれの場合はまあこういう携帯のなんだ、こういう袋がついてるんですけど、これはですね、今調べたらアマゾンで1000円ぐらいで売られてますね。でアマゾンで買うときには携帯ウォシュレットって検索するとですね、たくさんいろんな種類が出てくるんで、はい、まずそこをアマゾンで買えるんですよ。だけれどもですね、それで買ったんじゃ、まああんま面白くないんでね。これはね、これはあれ、キャンドゥで買ったんだね。キャンドゥのね、確かね、アウトドアのところかなんかかな、にありました。で今、そうですね、今ほら、まあ行楽もそうなんですけれども、ゴールデンウィークもね、あとこう熊本のね、震災とかあって、であとね、省エネにもちょっとなるんでしょう。省エネっていうか、なんていうんだろう、これね、まあトイレットペーパーが少なくて済むんでね、使う量が少なくて済むんで、水なんでね、そういう面でもこうエコになるんじゃないかなって思いますね。ということでですね、これ開けてみますね。これはダイソーじゃないや、これはキャンドゥで買ったやつです。こういうのね、はい、これはペットボトルを使うんですよね。ペットボトルに取り付けて使うタイプなんです。これちょっと開けてみますね。こんな感じになってますね。これどうやってつけるの、
これは？これどうすんだ。やり方わかんない。 この水これは何に使うんだろうね。これがね、こうなってってんですね。多分こう水入れてシュッとこうやればいいんですよね。これちょっとやってみますね。水はちょっと出さないんですけど、今度ね、新しくなったんでね、この辺ね、焦点がね、こうちゃんと合ってくれるんですよね、これ。遠くなってもね。前、デジカメ使ってたんで、これ、撮ってる最中にね、こう、ピントが合わないんですよね。非常に苦労してたんですけど、これはね、こう、近づければ、ちゃんとピント合ってくれるんでね、これ、確か10センチぐらいまで近づけるんで、この辺までね。なので、いろいろと、簡単に撮れるかなと思ってね。楽しみにしてるんですね。今日初撮りですね。でこれを、関係ないんですけど、これをこうやってですね、はい、そしてこれをシュッてやるとですね、こうこれ水、今これ逆さにしてやるとですね、水が出てくるんです。こうやってこうシュッシュいってますよね。これ水出すと大変なことなんで、一応水出さないんですけど、だからこれをこういう形で持って、あ、ちょっと出てきちゃった。漏れてきますね、ちょっとね。なのでちょっと気をつけてくださいこれ。垂らしちゃいますね。でこれがね、なんだろうね、これここにくっつくみたいなんだけど、これはどうやって、わかったわかった。これね、これ押す、これこう引っ張るとここで固定されるんですね、ここでね。で押すとですね、これパカッとこう下まで落ちますね。落ちたらこれで蓋するんですね。そうすると水が漏れないって感じですね。あ、やり方分かんなかった。これちゃんと書いてないから、書いてあんのかな、書いてあんのかもしれないですけど、この字読むの私苦手なんでね、あんまり読みたくないんですけど、こんな感じですね。こういう風に置いといてですね、こうするとまあ漏れないんですね。でここの蓋をこう開けてですね、この中のノズルを引っ張って、こうカチッっていうまで引っ張ると止まるみたいですね。はい、止まりましたね。はい、止まりました。ここまで止まると水出ないのかな、逆さにしても。あ、出ますね。出ちゃいますね。はい、ちょっとね、出ちゃいますね。なのでこれお尻に入れると、入れるとね、お尻に入れちゃダメですね。なんかはちゃめちゃになっちゃうんですよね、初撮りがね。これこれちょっとコツがいるかもしれないですね。これちょっとこれグッと、これ逆さにすると同時にこう出てきちゃうんだよ、ほら。ちょっとね、これ押さなくても出ちゃうんで、ちょっと気をつけないとダメなんですね。なんですけど、まあ100円だからしょうがないかなって。気をつけてね、下水浸しにならないように、服とかね、水浸しにならない、汚れるっていうわけじゃないんですけど、ちょっと恥ずかしいことになるかもしれないですね、これでね。漏らしちゃったみたいになるかもしれないんで、くれぐれもですね、こう使うときに服にですね、水が垂れないようにした方がいいですね。ちなみに、私が愛用してるこれは、これ外してね、こうやるんですけど、この状態では、水出てこないですね。なので、これ押して初めて水出るんで大丈夫なんですけど、キャンドゥのこれはですね、ちょっと逆さにしただけで水がちょろちょろ出てきちゃうんで、ちょっと怖いかなって気もしますね。これ、別に、これ使い方間違ってるわけではないとは思うんですけれども、まあ、もしですね、使い方が違うんだよって、なんかこうコツがあるようでしたら、まあ教えてくれるとありがたいですね。はい、ちょっとこれは気をつけないとダメですね。こうさっきも言ったように、あ、こうなんだ、これでいいや。これでいいや。これ新しいやつなんでね、これこうやるとですね、ほら水出てきちゃうんですね。あ、止まった。あ、出てきた。これ
コツがありますよね。でもちょろちょろ出てきちゃうんで、やっぱそんで水をこう押すとですね、シャーって出てきますね。どうだ、あ、結構強いですね。水量は強いですけど、ちょっと止まりが悪いですね。キレが悪いというかねそんな感じなんでね、ちょっとね、服とかね、前とかにこう濡らしちゃうと、ちょっと出た時にですね、漏らしちゃったみたいで恥ずかしいんで、その辺は十分注意して使ってください。多分、ちょっとそういうものなのかもしれないんですけれども、まあ100円で買えるウォシュレットっていうことでね、ちょっと試してみました。これだったら私はやっぱこっちの方がいいなこっち1000円、プライムかな、プライムかなんかで、なので私プライム会員になってるんで、ただで送料無料なんでね、まあこっちの方がいいから100円ただね、こっちも、ちょっとね、出先で必要な時にこれ、まあこれはこれでいいかなと思います。はい、ということでですね、100円ショップのウォシュレット&ですね、アマゾンで買った1000円のウォシュレット、この携帯お尻ウォッシャーっていうのも合わせてですね、ちょっと紹介してみました。はい、こんな感じでですね、まあ今回ですね、初めてですね、このカメラを使ってみたんですけど、焦点ちゃんとありますね、近くでも遠くでもね。あ、これはありがたいです。前のはさっきも言ったように焦点合わせるのが大変だったんでね、結構使い勝手いいですね。はい、これからこれを、パソコンの方に移してですね、簡単な編集をして、また、YouTube の方に投稿したいと思います。なんかね、これブログのビデオ版みたいな形になっちゃってますけれどもね、まあそれはそれでいいかなと。ブログの ビデオのブログっていうのなんか呼び方があるのかな、よくわからないですけど、ビデオのログだからビデログビログわかんないですけど、そんなのあんのかもしれないですけど、まあそんな風にこう、まあちょっと遊んでみましたけれども、また僕マンとかですね、いろいろな機械類、メカ、テクノロジーですね、ハート&テクノロジーなんでね、私にやりたいのはね、心の関係も含めてですね、こういう形でビデオ撮っていきたいと思いますんで、チャンネルの登録よろしくお願いします。はい、ナオリンでした。どうもありがとうございました。失礼します。